イタリア市民保護局は、イタリア共和国の首相が率いる、非常事態の予測、防止、及び管理などを担当する1992年2月24日の法律第225号によって設立された国家機関である。プロトタシオネチービレという用語は、日本語の防災にほぼ相当し、自然災害という被害などから、生命、財産、居住地、環境を守るために、 州が行使するすべての施設や活動の概要を示している。イタリアにおける自然災害の一般に対する最初の体系的立法はファシズム政権期に入ってからの1926年12月9日緊急法律直例第2389号地震災害及びその他の自然災害における即時救援活動に関する規則である。 この段階での活動はあくまで災害発生時における被災者の緊急救助活動に限られていた。1960年代に大規模災害が相次いだことや改革の70年代という時代市長などから災害防護の言葉を冠した最初の基本立法、1970年12月8日法律第996号被災人民の救援、救助、 災害防護に関する規定が成立した。しかし、最終的には1997年のバッサニーニ法などの地方文献化の強い流れも加わってシステム全体の抜本的改革の必要性が意識されるようになったことから、現在のイタリアにおける災害対策の基本枠組みとなる1992年2月24日法律第225号。 災害防護国民サービス設置法が成立した。地方文献の流れで、以下のバイリンガルな地域では別の名称も使用される。水上滑走中のイタリア市民保護局の、ボンバルディア CL-415。ありがとうございます。